この原文に点丸が入ってさらにスペースなども入ってとても読みやすい文章に変えてくれています。 こんにちは動画ファンの成田ですさて今回は以前ご紹介をしたスマホアプリのレッククラウドこのパソコン版をご紹介してまいります実はこのレッククラウドパソコン版もありましてスマホのアプリ版とは若干機能や使い方が違っておりますそこで今回はこのパソコン版レッククラウドの使用方法などご紹介をしてまいりますこのパソコン版のレッククラウドなんですがオンライン オンライン版はインターネットに接続をして利用するタイプになりますので特にソフトのインストールなどは必要ありませんしかしデスクトップ版はソフトをパソコンにインストールして使う形になりますなのでインターネットの通信環境がないような場所でも編集作業を行っていただくことができますまたパソコン版の d e c クラウドはスマホのアプリ版と同じアカウントで スマホでログインをすればそれぞれ作った動画ファイルや音声ファイルテキストファイルなど共有して利用することができるようになっておりますのでスマホで編集したものをパソコンで確認したりすることもできるようになっております。 またパソコン版もスマホアプリと同様に無料でお試し利用できる機能がたくさんございます制限はございますが無料でいろいろ使ってみることができますのでまずは無料でお試し利用してみてくださいまた有料版などにつきましては概要欄の公式サイトのリンクから確認をしてみてくださいそれでは今回はオンライン版のパソコン版レッククラウドを使ってみたいと思います実際にやり方 を見ていきましょう。それではこちらもレッククラウドとのコラボで動画を作成してまいります。まずはレッククラウドの公式サイトを開いていきましょう。この動画の下の概要欄もしくは解説ページにレッククラウド公式サイトへのリンクご用意しておりますので、そちらをクリックしてレッククラウド公式サイトを開いてください。そうするともう真ん中に大きく無料体験というボタンが出ておりますので、こちらクリックして実際に使っていきたいと思います。 なおこのパソコン版の REC ク,クラウドはこのようにインターネットを使ってオンライン版で利用することもできるんですが画面上部のメニューの中の真ん中あたり「ダウンロード」という項目があります。こちら、Windows では、今すぐダウンンロードというボタンがあって でパソコンでもソフトをインストールして利用することもできるようになっておりますまたこの画面上部一番右端料金プランというのがありますこちらクリックしていただくと有料版の料金の確認ができるようになっております多くの機能が無料で利用することができるようになっているんですが中にはクレジットが必要なものもございますクレジットなど必要になってくる場合そして有料版を使ってみたい場合はこちらを参考に有料版 の購入も検討してみてください。 それでは無料体験こちらをクリックして実際に使ってみましょうそうするとこのようにパソコン版でもたくさんの機能がございますそして中にはスマホ版と同じようなそして全く同じ機能のツールもあるんですけれどもパソコン版にしかないツールというのもあります一つずつ見ていきましょうまず上の方ですねレッククラウド AI ツールを見ていきますまず一番最初 AI 音声 文字起こしこしししちらククリックしてみましょうそうするとここではここに貼り付けた動画ファイルや音声ファイルから喋っている内容を文字起こしする機能となっております。これはスマホにもありましたそして無料版では1分までの動画となっております。 そして動画のサイズは 4GB、音声ファイルは 500MB、最大3時間までと決まっております。また、オーディオ録音、こちらをクリックすると、今マイクを起動して、そして喋ったものを文字起こしすることもできるようになっております。では、今回はこちらの動画ファイルを読み込んで、こちらの動画ファイルを文字起こしをしていきたいと思います。 そしてしばらく待っているとこのように動画から文章の文字起こしができました。まず左側を見てみましょう。原文とあります。原文というのは動画でしゃべっ ている内容をそのまま文字起こししただけのものになります。なのでこちら点丸もないのでちょっと見づらいずらずらずらーっと書かれた文章になるんですがこのレッククラウドのすごいところ、下の AI 磨きというのを見てみてください。そうするとこの原文に点丸が入ってさらにスペースなども入っ でとても読みやすい文章に変えてくれています通常文字起こしというのはこのようにずらずらずらーっと読み取った文章を文字に起こすだけというのが多いんですがこの点丸を入れて読みやすい文章にしてくれるというのはこのレッククラウドの一番のすごいところだと思いますそして AI を使ってこのように非常に読みやすくはしてくれるんですけれども日本語って漢字の読み方によっていろいろな言葉が あったりしますよねお箸の箸だったり渡る箸だったりいろいろありますけれどもこの AI 磨きと書いてある横の鉛筆マークこちらをクリックするとこのように文章を手動で修正することができるようになっておりますのでもし漢字がちょっと違うなとか日本語ちょっとおかしいなというところはこのように手動で修正することもできます。緑のチェッックククボタンクリすすると元に戻りますそして原文でも AI 磨きでも それぞれこの四角が2枚重なったようなアイコンがありますこちらクリックするとこの内容をコピーしてきますあとはメモ帳などを開いて貼り付けとやっていただくとこの文章そのまんま貼り付けて利用することができるようになっておりますそしてここまででも十分すごいんですがさらにこのレッククラウドのすごいところはこの右側の AI 要約というところです AI 要約では、今回私は3行ぐらいの短い文章なんです。 けれども長い文章を概要としてまとめた文章を作ってくれますそしてこのバレットポイント、過剰書きというところですね過剰書きではこの元の文章から過剰書きにリストとして概要まとめを表示してくれますなので例えば youtube ショート動画の長さの制限が3分に拡大されるということを今回お話ししているんですけれどもそれ以外にもユーザーは多様なコンテンツを楽しめるように になるとか、この変更はユーザー体験向上を目指すものとちょっと私も言っていない素晴らしい概要をこちらに書いてくれております再生性をクリックすると内容がちょっと違うなという時はもう一回作り直すこともできますしコピーをクリックしてこの内容をメモ帳などに貼り付けて利用することもできるようになっておりますそしてこの「保存」をクリックするとこの出来上がった内容を保存しておくことができるんですがこちらクリックすると「 初めてログインが必要となりますスマホ版では利用するとき一番最初にログインが必要となるんですけれどもここでは保存などをするときにログインが必要となってまいりますなので特に保存などしなければログインしなくても利用することができますでは今回は google アカウントでログインをしてみましたそうすると自動的に保存ができるようになって ております。またエクスポートこちらをクリックすると作成した内容 AI 磨きなのか AI 要約なのかそれとも両方なのか OK をクリックするとワードファイルなどドキュメントファイルとしてパソコンにダウンロードして保存することができるようになっております。また翻訳をクリックすると中国語や英語スペイン語など外国語に翻訳もできるんですがこちらは有料版でのみの利用となります。それでは続いて AI 字幕 生成こちらもスマホ版にもあった機能、同じ機能となります。同じように字幕を生成したい動画ファイルを読み込んでいきます。はいそうするとこのような表示が出てまいります。そして右側を見ていただくと字幕の言語とあっ で元の言語。この動画は私が日本語で喋っている動画になるんですが、元ので言語であれば無料で字幕を生成できます。私が喋っている日本語の言葉を英語や中国語、フランス語などに翻訳をしたい場合は、1分あたり1クレジット必要となってきます。これは有料版での利用となりますので、今回は元の言語でいきたいと思います。また無料版では1 分までの動画であれば無料で変換ができるようになっております。変換クリックしてみましょう。はい、そうするとこのような表示が出てまいりました。まず左のプレビューは変わらないんですけれども、右側に字幕とスタイルという表示が出てまいります。 字幕の方を開くと、だいたい何分から何分のところまで、こういった字幕が表示されますよという表示が出ております。そして、この各字幕なんですが、カーソルを合わせると右側に鉛筆マークが出てまいります。ここをクリックすると、字幕の詳細な修正ができます。例えばこちら、10月、10月と、10月が2回続いちゃってますので、一ついりませんので、このように消したり、また、点丸などを入れて修正 することができるようになっております。では続いてこのスタイルをクリックしてみましょう。そうすると。 字幕、今元から入っている字幕、ちょっとちっちゃいですよね。なので、このスタイルでフォントを選択したり、また文字のサイズをこのように大きくしたり、または今黒い背景に白い文字となっているんですが、例えば黒い文字で、そしてこの背景のところ、こちらを白にしたりというように、文字の色を変えることもできます。また、左揃え、中央揃え、 右揃えや太字斜め字アンダーラインの設定ができるようになっておりますこのように詳細な設定できるんですが画面下のプリセットスタイルこちらを使うともともと準備されているスタイルから簡単に選択することもできるようになっておりますなおこちらエクスポートで動画としてエクスポートもしくは作成した字幕の SRT ファイルをエクスポートダウンロードして利用することができるんですがこちら 動画ののダウンロードは有料版でのみ対応しております SRT ファイル字幕ファイルでしたらパソコンにダウンロードして利用することができるようになっております。 完了をクリックして終了となります。では続いて AI テキスト読み上げ。こちらをクリックしていきましょう。そうするとこのような表示になります。これはこの左側のグレーのボックスの中に記入した文章、文字を音声で読み上げる機能となります。ではこちらにちょっと3行ほど文章を書いてみました。先ほどの動画と同じ文章になるんですけれども、文章を書いてみました。 なお、画面上部の AI に文章を書く。こちらを使うと、キーワードなどを入力することで、AI に文章を書いてもらうことができるんですが、こちらも有料版となります。そして、右側、音声タイプとあります。女性か男性選ぶことができます。全部で、ななみさん、ケイタさん、あおいさんの3人から選ぶことができます。それぞれクリックすると、 このように実際再生をして弾いて確認することができるようになっておりますまた速度喋る速度ですねスライダーを動かして速くしたりゆっくりにしたりすることができますまた音量音量も今100%となっておりますがスライダーを動かして大きくしたり小さくしたりすることができるようになっておりますそしてその下 BGM とあります BGM を選択こちらをクリックすると音楽ファイルがこのように表示されますので この中から音楽を選択して BGM をつけることもできます。なお「なし」を選択することもできますしクリックして「アップロード」を選択するとパソコンの中の音楽ファイルを BGM としてつけることもできるようになっております。このの場合は、利用する音楽ファイルの著作権など十分に注意をしてください。ではよろしければ200文字までは無料で音声の読み上げできるようになっておりますので変換をクリックしてみましょう。 はい、そうすると短い文章でしたので、あっという間に読み上げが完了いたしました。そして、画面下側にこのように再生の表示が出てまいります。再生ボタンをクリックしてみましょうこんにちは。動画ファンの成田です。今回。 はい、このように BGM をつけて、ななみさんの声でこちらの内容を喋った音声ファイルが作成されました。画面右側のダウンロードボタンをクリックすると、MP3 ファイルとして音声ファイル、パソコンにダウンロードして利用することができるようになっております。それでは続いては、AI 動画音声要約。こちらをクリックして開いてみましょう。そうすると、このような表示が出てまいります。ここでは、動画ファイルから、その動 動画の内容を要約してくれるそういった機能となっております使ってみるととてもすごい機能だというのが分かりますのでちょっとやってみたいと思います動画ファイルの読み込みなんですが3種類ありますまずはこのクラウドからファイルを追加こちらをクリックするとこれまで r e c クラウドで作成した動画や音声ファイルから選択することができますローカルからファイルを追加こちらをクリックするとパソコンの中に保存してある動画ファイルから選択することができますそして YouTube 動画 動画のリンクを入力してくださいとありますここには youtube の動画の url をここに貼り付けるとその動画の要約を作ってくれるという機能となっております後ほどやってみたいと思いますのでまずはではローカルからファイルを追加パソコンの中の動画ファイルを読み込んでいきたいと思いますなおこちらは有料版での機能となりますクレジットの利用が必要となりますのでご利用の際には有料版の購入 を検討してみてくださいでは実際にちょっとやってみたいと思いますここに注意書きが出ておりますだいたい1分あたり1クレジット消費するようです10分の動画であれば10クレジット使用するような感じになるかと思います残りのクレジット確認しながらやってみてくださいよろしければ続行をクリックしますそうすると動画の読み込みが開始します 動画の読み込みが完了すると今度は抽出中とこのような表示に変わります。ここもまだしばらくお待ちください。そしてしばらく待っているとこのような表示になります。左上に動画のプレビューが表示されて、そしてここに字幕が表示されております。そしてその下ですね、まとめ、コンテンツ、字幕と3つのタブが用意されております。1つずつ見ていきましょう。 まとめ。このまとめは実はこの右側に書いてあるのと同じ内容が書かれています。これはこの動画の要約が表示されております。私がこの動画で喋っている内容を概要として要約してまとめたものがここに書かれています。この動画では YouTube のショート動画が10月15日以降1分から3分になりますよというお話をしているんですけれどもその内容を まとめたものがこちらに書かれていますまたこちらも概要の他に箇条書きのまとめの内容も書かれておりますもし再度生成したい場合はこちらをクリックして生成のし直しすることもできますまたこの右端の四角いボタンですねこちらクリックをするとこの内容をコピーしてメモ帳などに貼り付けて利用することができるようになっております全く同じ内容がこのまとめのところに書かれております では続いてコンテンツこちら開いてみましょうそうするとここは文章がこのように書かれているんですけれどもこれはこの動画の中で私が喋っている内容をそのまま文字起こししたものになりますなおこの文字起こししたものはこの文字の中にカーソルを合わせると右上にコピーという表示が出てまいりますのでこの内容をコピーして利用することもできるようになっておりますそししてここの文字起こししたもの このさらに右側の字幕、こちらをクリックすると字幕として起こしてくれます。この字幕となっているものが上の動画のプレビューの字幕の表示になっております。なのでこれ動画のスタート時点はさて今回ご紹介するという風になっているんですけれども、15秒ほど過ぎたところを表示すると ただし、この動画をという動画の喋っている内容に合わせた字幕が自動的に生成されます。なお、この字幕、非表示にしたい場合は、この字幕のところの緑色のボタン、字幕をオフにすると出てきます。こちらクリックすると、字幕をオフにすることができるようになっております。では、これが自分の持っている動画ファイルを読み込んだ場合なんですけれども、では、この YouTube 動画のリンクを入力してください。こちらも やってみましょうどのようにやるかと言いますと別のタブで youtube を開いいててみてください先ほどえこちらがその YouTube ショート動画の長さが最大3分間になりますよという動画を以前アップロードしているんですけれどもこの URL ですね動画を開きましたらプレビュー画面の右下に共有というボタンがありますのでこちらクリックしてみてください。 そうすると、このような表示が出てきて、コピーというところ、これがこの動画の URL になります。コピーをクリック。 してそして、DeckCloud ククを開き直して、YouTube 動画のリンクを入力してください。ここに、貼り付けとやると、先ほどのこの動画の URL を貼り付けることができました。では、これでまとめを作っていきたいと思います。こちらも有料版となります。6クレジット必要となるようですので、クレジットの数、この右上の人型アイコンからチェックできますので、こちら確認をしてみてください。では、まとめをクリックします。 そうすると、こちらもこのように、抽出中と出てまいります。はい、しばらく待って。 ていると抽出が完了いたしましたこちらもですね左下にまとめコンテンツ字幕とあって右側に要約されたまとめが表示されておりますまとめタブとこの右側の表示は同じものになりますこの動画だいたい6分ちょっとの動画になるんですけれどもこの動画の中で喋っている内容を非常にわかりやすく簡潔にまとめてくれていますなお今回ですね私のこの動画の youtube の URL を利用した時まとめはこのように日本語で表示が出てきたんですけれどもコンテンツを開きますと英語に翻訳されたものが表示されました。私のこのこ動画は、 このようにバリバリ日本語で喋っているんですけれども、Hello, I'm Narita という感じで、英語の翻訳された文字起こしがされております。そして、字幕をクリックしてみましょう。そうするとこちらも英語の字幕が表示されているんですが、こちら、何分から何分までこのようなことを喋っていますという表示は出てくるんですけれども、動画の中に字幕は表示されないようですので、YouTube の動画を要約したときには、 字幕など表示が出てこないようですのでご注意くださいなお youtube の動画からの要約作成した場合この右側の要約まとめですねこちらも同じようにコピーしてメモ帳などに貼り付けて利用することができるようになっておりますでは続いて ai 動画生成こちらを開いてみましょうそうするとこちら上級モデルと基本モデルとあります上級モデルは毎回10クレジット必要となりますつまりこちらは有料 版ででののみ利用が可能能なな機能となっておりますのでこちら基本モデル基本モデルでしたら1日5回まで動画の生成ができるようになっておりますのでこの基本モデルを使っていきましょうではこの黒い枠の中にプロンプトと呼ばれる動画の内容の文章を入力していきますなお AI に文章を書くこちらを使えばキーワードを入力するだけで文章を作ってくれるんですが有料版の機能 機能となります。またサンプルプロンプトで試すこちらをクリックするとサンプルで適当に文章が作られます。これでまず作ってみても楽しいかもしれません。今回はちょっと自分で作ったこの短い文章で動画生成をしていきたいと思います。 ではこれで生成をクリックしたいんですがまずその前に左下の設定をクリックしてみましょうそうすると生成する動画の詳細な設定をすることができますまずアスペクト比16対9横型の動画か9対16縦型の動画を選択することができます続いてオーディオナレーション動画のナレーションをななみさんかけいたさんの声から選ぶことができます続いて BGM BGM、、自動マジ マッチングというのは AI で自動的に BGM をつけてくれます。 ローカル音声というのはパソコンの中の音声ファイルを BGM として付けることができますが著作権など十分に注意をしてください。もしくはなしを選択することもできます。今回は自動マッチングでいきましょう。そして字幕。動画に字幕を付けることができるんですが必要なければこちらチェックを外してください。そうすると字幕は入りません。字幕を入れたい場合はそのフォントやサイズ、色、また境界線というのは文字の枠ですね。枠の色や太さ、 さ、そして位置などを設定することができるようになっておりますプロンプト文字を入力して設定などすべて完了したら生成こちらをクリックしていきますなお5回までは無料で生成することができます しばらく待ちました。やはり動画の生成となりますので、他よりちょっと待つかなという印象です。私は3分ちょっと待ちましたかね。しばらく待つと、このように動画が生成されました。こちら、クリックをしてみましょう。そうするると、緑の草原が広が広中、 はい、こんな風に動画が生成されました。あの緑の草原の中をデぐーちゃんがという文章を作ったんですけれどもアヒルの子供が走っておりますがこんな感じで自動的に映像や BGM そしてナレーション字幕をつけた動画が生成されております。 生成の画面が開いてて字幕を作るることもできるようになっておりますまたこちら右側の「共有」こちらをクリックするとこのように動画の URL を共有することができるようになっておりますこのリンクをコピーをクリックして SNS などに貼り付けていただくとこちらの動画誰でも見ることができるようになっておりますそして「プラス」こちらで「保存」をしておくことができます再生リストを作成して,そして その再生リストの中にこの動画を保存しておくこともできます。またこちら動画ファイルダウンロードができるんですが、こちらは有料版での機能となりますので、ダウンロードしたい場合は有料版を購入してください。では続いて AI 動画翻訳こちら開いていきましょう。そうするとこのような表示が出てまいります。そしてこちらはクラウドからファイルを追加。これは今まで作成した動画ファイルですね。そしてロー から,からファイルを追加こちらはパソコンの中の動画ファイルを選択することができるようになっております。でこちらクリックをしてこのように動画を読み込んでそして下に変換先というのがあります。今この動画は私が日本語で喋っている動画になるんですけれども日本語じゃなくて中国語とか英語とかドイツ語フランス語などに翻訳をすることもできるようになっているんですね。例えば英語ですとアナさんか クリストファーさんが声を選択して変換とするんですけれども実はこの AI 動画翻訳機能も無料版では利用することができません有料版のクレジットが必要となってまいりますので翻訳をつけたまた翻訳したナレーションの動画を作ってみたいという方は有料版の購入を検討してみてくださいではこの上の AI ツールの中の最後 AI ボーカルリムーバーこちらをクリックしてみましょう そうするとこちらもクラウドから選択、もしくはローカルから選択することができます。では今回は無料の素材サイトからボーカルの入った音楽ファイルを1つダウンロードしてみましたので、こちらをちょっと試しに使ってみたいと思います。そうするとこの音楽 こんな風に英語の歌のボーカルの入った音楽になっているんですけれどもこれをですねこの右側のコンテンツを抽出こちらで例えばボーカルのみにするのかまたは伴奏のみにするのか選択することができますなおこの元のオーディオというのは動画ファイルだったりした場合に音声だけを mp3 で抽出する機能となりますでは今回は伴奏だけを抽出していきたいと思います と思います。ボーカルを消します。抽出を開始、こちらをクリックします。はい、しばらく待つとこのように伴奏というこういった再生のバーが表示されました。再生ボタンをクリックしてみます。 そうするとボーカルの部分が消えて伴奏だけが残った音声が音楽ファイルが作られましたつまりカラオケができてしまったという感じになりますね右側のダウンロードボタンをクリックするとこのカラオケのファイルパソコンにダウンロードして利用することができるようになっております以上が上の7つの機能となりますでは続いて今度はレッククラウド音声動画ツール3つ のボタンについいててやっていきま,しょうまずは、オンライン動画トリミング。こちらをクリックしましょう。そうすると、クラウドからファイルを追加、これまで作成した動画ファイルなどから選択、もしくは、ローカルからファイルを追加、パソコンの中の動画ファイルなどを選択していきます。では、いつも通り、パソコンの中の動画ファイルを読み込んでいきましょう。 しばらく待つとこのような表示になります。まずプレビュー画面があって、その下に再生のタイムラインのような表示が出てまいります。でここの真ん中に黒い線が表示されているんですが、これがカットの位置になります。ではまずこの動画ですね。ちょっと最初しばらく喋っていない部分がありますので、この部分カットしていきます。カットしたい位置に黒い線を合わせて、その下カット とこちらをククリックします。そうするとここにチョキンとハサミが入って前と後ろと分けることができました。 そして前の方がいらない部分になりますので、このように濃い緑で選択をしたら、今度はカットの右側、削除をクリックします。そうするとこの部分白くポコッと抜けました。同じように、ではこの黒い線を動かして、ちょっとこの辺しばらく黙ってますので、この部分カットしたいと思います。まず頭の位置に黒い線を合わせてカット。 続いて、またこの黒い線を少し動かして、黙って、 いる部分を過ぎてしゃべりだすちょっと手前で黒い線を合わせたらまたカットをクリックしますそうするとこの真ん中の部分がいらない部分になるんですけれどもいるところいらないところいるところというように真ん中をカットすることができました不要な部分濃い緑にして選択をして削除をクリックするとここもポコンと白く抜け落ちていらない部分カットができました このようにカット作業をここで行うことができます。すべてのカットが完了しましたら出力をクリックしてください。そうするとトリミングしていますと出てまいります。そうするとこのように画面が切り替わりましてカット済みの動画が再生されます。すぐに再生されますので内容確認をしてみてください。そしてカットした動画はこの AI による字幕機能を使って 字幕をつけたり、また共有を使って URL の共有をすることができるようになっております。また保存で再生リストなどに保存したり、また有料版とはなりますが、動画のダウンロードもできるようになっております。では続いてオンライン動画クロップ。こちらをクリックしてみましょう。こちらも同じですね。クラウドからかローカルからファイルを選択していきます。ではこちらも同じようにファイルを選択していきましょう。 はい。そうすると、このような表示が出てまいります。下を見てください。16対9、横型動画にするか、1対1、インスタグラムと書いてありますが、正方形にするか、9対16、縦型動画にするか、4対3、横型動画にするか、選択ができます。なお、16対9、もともと私はこの動画16対9で撮影されておりますので、そのまんまになっておりますけれども、オリジナルが元のサイズになります。1対1正 正方形になるんですがこちら選択すると真ん中にこのように緑色の正方形の枠が表示されますちょっと人物切れちゃってますのでこの緑の真ん中の中にカーソルを合わせてそしてこう左右と動かすとちょうどいい位置に合わせることができるかと思います9対16も同じですね真ん中に緑色の枠が表示されますのでちょうどいい位置に合わせてみてください4対3も同じになりますなお一番右のカスタム こちらをクリックすると自分で好きなように切り取ることができます4辺四隅の丸印にカーソルを合わせてクリックしたままビヨンビヨンビヨンと動かすとこのように自分の好きなように切り取ることができるようになっておりますでは今回はちょっと9対16の縦型に切り抜いてみましょうかよろしければ出力をクリックします そうすると自動的にこのように縦型動画にすることができました。横型で撮影した動画を縦型に変えたり、また縦型で撮影した動画を簡単に横型に変えることができるようになっております。なお、こちらの動画も AI による字幕生成をしたり、共有や保存、ダウンロードなどもできるようになっております。では、この REC クラウド音声動画ツールの最後、オンライン動画結合、こちらを見ていきましょう。こちらも クラウドから選択もしくはローカルからファイルを選択することができますではこちら結合ツールということになりますので複数の動画ファイルを1 本の動画にまとめるツールとなります。なので今回はこのハロウィンの3つの動画を一本の動画にまとめていきたいと思います。選択するときにキーボードのコントロールキーを押しながら各ファイルをクリックすると一つずつ選択することができます。また画面下側のファイルを追加、こちらから改めて追加をすることもできるようになっております。 すべてのファイル読み込みが完了しましたら結合をクリックしてくださいはいそうするとこのようにこちら音声のない動画になるんですけれどもハロウィンの3つの動画を1本にまとめた動画を作成することができましたバラバラの動画を一つにまとめたいときにとても便利なツールとなっておりますこちらも字幕をつけたり共有保存ダウンロードができるようになっておりますなお 今作成した動画や音声ファイルなんですが画面右上の人型のアイコンからスペースをクリックするとこの中に保存されておりますそして無料版では5つまでしか保存ができませんのでもし5つ以上のファイル保存をしたい場合は各ファイルの右端に削除ボタンゴミ箱マークがありますのでこちらをクリックして削除をしてください もしくはこの左上のチェックボタンをクリックするとすべてのファイルを選択することができますそしてここで削除をクリックすれば一気に削除することもできるようになっておりますそれではこの右側に表示されている主な機能使い方を見てきたんですが最後左側のこの画面録画というのを見てみましょうこちらクリックをしてみますそうするとこのようにパソコンの画面を 録画することができるようになっております。 スクリーンだったり、もしくはウェブカメラ。こちら、すべてのアクセスで許可とか今回のみ許可。こちらをチェックしていただくと、カメラに映し出した内容も録画することができます。またシステムサウンドというのはパソコンの中の音声ですね。パソコンから流れる音声。またマイク。マイクはマイクを選択することができます。そしてマイクから拾った音声ですね。パソコンの外側の音声を録音します。あとは録音 が開始こちらをクリックすると無料版では 分まで画面録画ができるようになっておりますので、録画開始、こちらをクリックして、そして3、2、1のカウントダウンでこのように録画が開始いたします。では録画をしているときは、例えばじゃあ別のタブでレッククラウドを開いて、じゃあ使い方解説していきますよみたいな感じで録画をして、そしてもう一つのタブで録画の画面を開いて、一時停止もしくは停 ベーをクリックすると、画面録画が完了となります。このように録画した内容が表示されますので、確認をしていただいて、そしてトリミングをしたり、クロップをしたり、オーディオの抽出などもできるようになっております。以上が REC クラウドパソコン版の機能となっております。使い方などわからないことなどございましたら、こちら左側メニューのお問い合わせ、 こちらからチャットのお問い合わせなどもできるようになっているようですのでこちらも活用してみてくださいまた多くの機能がまずは無料でお試し利用することができるようになっておりますのでいろいろ使ってみるとその便利さがわかると思いますぜひ無料のお試し利用から始めてみてくださいそして様々な便利な機能がございますよろしければこちらの有料プランも検討してみてくださいいかがでしたでしょうかスマホ版と はまた違う機能がたくさん用意されていてまた AI を活用しておりますので誰でも簡単に利用することができるサービスだなと思いますまた有料版にすると制限なくいろいろな機能がもっと使えるようになると思いますのでまずは無料でお試しいただいた後に有料版もぜひ検討してみてはいかがでしょうかそれでは今回の動画お役に立ちましたら高評価ボタンまたコメントいただくととても嬉しいです そして最後にチャンネル登録がまだの方は、ぜひこの機会にチャンネル登録もお願いいたします。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立った参考になりましたら、高評価ボタンを押していただくと嬉しいです。またコメント欄にてご質問も受け付けております。お気軽にご質問ください。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしております。皆様のチャンネル登録お待ちしております。